自民党が5日付で、細野、剛志衆院議員の入党を認めることが分かった。細野氏は、衆院選に無所属で出馬し、党公認で岸田派に所属する吉川武衆,衆院議員らを破り、8戦を果たした。衆院静岡5区の支部長を務める吉川氏は、比例党会ブロックで復活当選しており、静岡県連は反発している。 細野氏は民主党政権で原発省や環境省などを歴任した。2017年に民進党を離党し、東京都の小池由里子知事らと希望の党を結成した。2018年の民進希望両党による国民民主党の旗揚げには参加しなかった。2019年1月に、 二階派に特別会員として入会し、自民党入りを目指していた。